ます。アイレディ番号1 4。うーいイエーイ、モメロクローバー6。巻き返していこう。そうなんだよ。からだよ。巻き返そう。からだよ。
まあ、近い成功歌舞伎町は明るいね、俺も32歳、昨日で、うん、おい、そうなんですか、おめでとう、おめでとうございます、おめでとう、はい、うんうん、おめでとう、ごめん、来週って突然行ったら入れますか、はい、入れます、はい、初回じゃなければ、どうぞ、なんかそれできる、あの、なんもない日だったら初回で行けますよ、多分多分大丈夫。あのナイトジェブ見たって言ったら俺が入れるんで、無理やり、はい、俺がおごるわ、おごり、おごり、はい、ってことですね、はい、やばい、ってことですね、はい、レンさん、ポイント多いね、いいね、今日多いんですよ、疲れてる、今日いいよ、いいな、ダンスだね、スーツだから、いいな、いいっすね、スーツなのにな、俺もスーツなんだけどな、いつも私服なのにな、俺全然、いつも私服なんだよな、私服だとさ人も悪いんだよね、俺ね、ね、うん、しかも髪色も変えて、髪もブラックカスなんすか、どうだよ、真ん中の二人髪色変えたからね、ごめんよ、俺も髪色変えたんだよ、ごめん、めっちゃしたんだぞ、でも言っていい、でもじゃねえ、でも言っていい、いっくんね、画面越しだとね、イメチェンしたかどうか分かんねえんだよ、でもほら、ここに若干ほら、前の色とか俺分かるっしょ、でも分かりづらいとさ、どうだよ、カズなんてイメチェンしたかどうかっつったら、まあまあしてないよな、あんましてない、うん、そうだ、髪もでも結構切ったんだよ、これもう髪切ったよ、俺めっちゃ髪切ったよ、髪もなくなった、ほら、待って、カズは毛伸びたってな、あの髪の毛毛伸びたって、夏バージョン、夏バージョンだよ、俺は夏バージョンだよ、夏バージョンだよ、そう、今日はね、もじゃもじゃしてるよ、髪伸びたよ、なんかカズのクイックルワイパーっぽいよね、クイックルワイパー、クイックルワイパー、それさ、エッグ、それモップみたいな感じの勢いで言いたいってことでしょ、あ、そうっすね、あのベートーベン意識してるの、はい、あれ聞いてほしいんだけど、はい、何でしょう、聞いてほしいことって、いや、何何でしょう、何を聞いてほしいんですか、聞きますよ、はい、今日お悩み相談所みたいな感じにした方がいいですか、はい、何でも相談乗るぜ、はい、そうだよ、ね、たまにはね、たまにはなんか聞こうよ、そうだよ、聞かして聞かして、そうだよ、なんかみんな質問して、うん、質問とかたまには待ってるよ、ゆうじろう、いいからさ、聞かして、はい、そうだよ、なんかお悩み相談所、そうだよ、相談しちゃおうよ、今日は来ないよ、そうだよ、来ない、何も来ない、なんか何も来ない、いや、今みんな書いてる、みんな書いてる、みんな書いてる、そうっすね、そうだね、みんなね、そうだよ、相談のコーナーたまにはね、そうだよ、人生あれ間違えてここの求人のところに電話しないでね、ここに人生のここに電話しないで、電話しちゃダメだからね、まだ、はい、まだ男の子だけだから、ここはなんか来たよ、俺職業訓練で無職のグラスメイトにイオンの9800円のスーツ安いって言われた無職に金ないだろうって、それはそうだよ、イオンってスーツ9800円なんすか、いい逆になんか、あの青山とかより安いんだ、うん、びっくり、あれだよ、うん、そこどうも、なんだろう、スーツやっぱりね、うん、そうスーツ、でも俺スーツね、うん、俺上下で9万だからね、あとベストとか足したら10万超えちゃうけど、おはい、見た目はね、自分の価値を表すから、そうなんですよ、だからそれはしょうがない、はい、そう、でも俺あれだから家でかかってる服代ゼロ円だから、9800円も、でもさ、うん、でも分かる、無職ってなると9800円高いよね、まあ、だから無職で9800円ってやばいよ、だ収入ゼロに対して出費9800円の、そうだよ、やばい、言ったらマイナスでしかないから、それやばいわ、どうやってこれそれやばいよ、9800円出したんだ、でも先行投資っていう場合もあるよね、そうだから、こういう今これの話でしたっけ、やばい、ね、旦那が浮気してます、めっちゃ重いですか、めっちゃ重い、旦那が浮気してます、やめさせるには、やめさせるには、旦那が浮気してます、やめさせるにはどうすればいいですか、どうなんだろうね、はい、はい、ここ男、ここ男、難しい、どうしたらやめる、逆にまず原因を追求しなきゃいけないわけだよ、多分それはまあ悪いけど、うん、まあね、どっちも悪いよ、浮気させちゃう方もある、そうだね、まあね、必ずともそうは言えないけど、まあ、自分にも非があるかもしれないから、そうなんだよ、そこは見つめられない、確かにそのねえ、ねえ、この点々としてるチンコ、うん、あるチンコじゃねえ、いや、ダメだけど、ダメだけど、ね、そこはね、なんか原因あるんだよ、多分、そうだね、まあ一回話し合いの場を持った方がいいね、うん、話し合いの場を持ってゼックスに2人で、そう、浮気やめさせるには人生やめさせればいいんだと、はい、うん、あの、ももクロゼックス見ましたっつって、そうだね、
したら俺この4人つくんで、うん、まずはい仕返しの奥さんも浮気すればいい。そうやっちゃう、そうやってね。それはもうね、浮気ダメだよ。一つは俺のテリトリーだからな。みんな浮気ってどっから、浮気ってどっから、みんな浮気ってどっから、え、あ、そう、浮気ってどっから浮気なんすか。まず何して浮気って。確かにな、何が浮気なの。ほんとそれは人によってやっぱ定義が違う、人によって違うから、ね、そう。なんか俺最近それずっと思ってんの。俺はね、そこは難しいと思う。俺はあれだよ、俺はね、浮気はね、するなら、俺にバレないようにしてほしいね。なるほどね。あ、俺そういう女好き。そういうタイプね。バレないようにしてほしいし、でも、本当のことを言えば、遊んでほしくないよね。うん、間違いない。100歩譲ったとしてバレないようにしろってことだよ。そうそう、100歩譲ってバレないようにしてほしい。そう、うん、そう、いいこと来た、なんて来た、バレないように。浮気はよそ見運転かな、自分は。違うよ、バレないように。バレないようにだけど、気持ちが揺らいだら嫌だよね。そう、うん、体の浮気と心の浮気があるから。みんな浮気したことありますか。うまいこと言った。よい、はい、はい、カズ君、浮気したことありますか。え、俺本当にこれガチないんですよ。マジですか。これマジ本当にないんですよ。ノン君はあります。お、悪いことだな。あります、昔あります。例えば、例えば、いや、振り返っちゃダメです、それは。例えば、ね、例えない。いや、えぐっちゃダメなパターンだったね。はい、え、いっくんは、俺ないの。ないの。俺できない、お前ら。いや、俺、好きになって付き合ったら、その人、なんかその人しか見えなくなっちゃう。わかるわ。うわ、それめっちゃわかる。すごいわかる。それめっちゃわかる。なんか2人同時とかめんどくさい。ありがとう。うん、はい、なるわ。え、2人同時がめんどくさいんだよね。ホスト自体が浮気。あ、マジで。ホストって浮気だよ。何、ホストって浮気なの。バカじゃねえのか。マジか。浮気じゃねえぞ。お前飲め。わかった、俺は。そんなあなたグイグイだぞ。そう、みんな飲もうぜ。心の浮気は嫌だ、正解。これなんか筋トレになるわ。そうだよ、このグラス結構筋トレになる。いいね、母さん、ちゃんと回して。そう、これあれだわ、ね、僕は90年代なんとか恋は浮気しそう。レンは浮気しそうだったよ。レンさん、尽くす女性はうざいですか。あ、俺尽くす人好きだよ。うん、尽くせよ。尽くしてほしいもん。どんどん尽くせ。やったじゃん、じゃあみんなで全然に尽くそう。そうだよ、したら俺1000万円プレイヤー以上になれるかもよ。尽くしちゃうざい。そこじゃねえか。レン君意外と純粋っぽいけど。どうかな、純粋っぽいけど、うん、まあ純粋なんじゃ。純粋っぽいけど、純粋っぽいけ けどプレイボール。わらわら言っていいっすか。いや、僕結構純粋ですよ。僕のやつだって宇宙人に来た。お金出さないけど俺のあそこは出す。よっしゃ、嬉しい。誰やねん、お金は出さないけど。それ完全僕掲示板から引用してるやつだけやろ、それ。板広がちょっと届いていけな。え、いや、この前某掲示板にね、うん、出てたわけですよ。だって俺金出さねえってけど、あそこは出すって。あそこは出すって。はい、次の親の名前。いや、あそこ出すは分かんなかったけど、覚えてないけど。俺でも最近行っても割り勘ぐらいで。割り勘なんでしょ。割り勘か全部俺が出すか、どっちかだ。某掲示板より某日記の方が怖い。分かるわ。某日記やばいね、やばいね。あれ答えを言うな。あれ結構やむね。ああ、そうだ。恋人と別れて辛いの忘れたんです。恋を忘れるには恋で、うん、恋しよう。わかんない、これ恋を忘れるのは恋かもしれない。これ恋を忘れるには恋、人と別れて辛いの忘れるためには、うん、かもしんないよ。指名がいかなくて。そうやって言うとさ、またシャンパン出して。元彼が忘れられない。元彼が忘れられない。あるわ、あるね。あー、いっくん、これ今、いっくん、これいっとさ、ほら、出しすぎだよ。いっくん、フィーバーしちゃってる。いっくん、そうやって我慢汁出さないの。いっくん、その20ペーになってもさ、おもらししちゃいけないよ。マジでダメダメ。え、20ペーって言ったの。そうだ、20ペーだけどさ、やばいね。ペイペイペイ、元カレ好きな人に彼女できた。わお、好きな人に彼女できた。それはもう、それが私みたいなパターンですよ。略奪愛、ありやすいよね。略奪愛、よし。なんか俺、優等生詐欺師らしいっすよ。なるほど、まだ入ってるよ。まいやー大変だね、俺今日。あのね、みんな思ってるよりね、これグラスでかいよ。あ
当に開いたよ。おお、開いた開いた、うん、はい、持った瓶は離さないだから絶対ごめん、入ってないわ、入ってないんだけどね、入ってないわ、飲んだ、あのさ、こう、ついてるシャンパンの味でもちょっとダメだわ。やばいよね、今日ね、めちゃめちゃ飲んでんだよ。だって言ったら、今日めっちゃ飲んだ。今日はもう、みんな酔っ払いだからね、言ったら。そうや、まあ、そういうことだよ。まあ、って言うじゃん。ごめん、一回挟んでいいっすか。はい、どうぞ。チンコを谷間に、あ、違うよ。はい、はい、なんかそう、あの、みんなにちょっとグイ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 、よし、こい。はい、ってことでですね、今日のノアチ言っちゃいますか、はい、言っちゃっていいですか、あの正面に向かって。うえい、 CM ってちっちゃいな、CM って C の M ドン。君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが好き嫌い好き嫌い好き好きだろうかハニー。はい、ただいま、ただいま、はい、ってことでですね、ロジャーって辛口やろ、もう晴れやん、はい、てて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 、すいません、部長から電話来ました。いや、マジで、はい、もしもし、しっかりね、部長と生電話の回で、え、これ、しっかりね、そっか、何もモモクロやってんだよって、ダメなんすか。何モモクロやってんの。モモクロ、モモクロこれ今日本当は本当のダメだったの。まさか、マジか。部長今日土曜日っすよ。土曜、部長酔っ払ってんの。土曜日っすよ。部長酔ってんすか。レンさん毎日出勤してるよ。思いっきり生電話してるよ。毎日出勤してる。うん、え、してます部長。やばいね。今日何の日。今日俺にコメントくれない。6月みんな俺のこと嫌いです。15日何の日。2周年。明日は父の日。そうだよ。え、あ、お父さんに感謝するよ。わ、そうだ、父の日だ。おー、あー、え、だからゼックスも、おい、だからチンチンの日。おい、チン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 ね。でもチンチンって、あ、ね、ごめんみんな、はい、みんな不正解。何？ゼックスの誕生日。あ、明日。まさかの周年らしい。死んなかった。違う。そうだ。明日2 days 目だよ。そう。え？ちゃんと宣伝してから。あ、すいません。あ、これあんま大声で。俺のこと嫌いだぞ。おっぱいだ。ハズ嫌い。はい。じゃあ部長からの連絡、明日も来てくれるかな。いっしょー、よし、オッケー、来るな、明日。はい、来た、はい、あ、いいね、いいと思うって来たね。なんか、いいね、あと何個来るか、あと何個来るか、はい、いいと思う、いいと思う。あ、もっと、おい、おーい、おい、誰だ、今勝手に綺麗だからね。もっともっといいと思う、送ろう、もっと。いやいいね、はい、来週、なんでみんなそんな来週に来週じゃない、明日だよ。なんでそんなみんな来週こだわんの。紫芋って来たんだけど。お前、紫芋じゃないよ、もう。どういうことだよ。なんかもう、ね、カビ生えてるもん、なんかこれ。おい、すいません、すいません、おい、すいません、マックスボディ、おい、すいません、すいません、言っていいですか。来週みんな行こうとしてんじゃん。来週木曜日から営業なんで。あ、そうだ、月火水休みなんで。
そうは、あの、ちょ、北海道に行ってデックスみんなで修行行くんだよ。そうだよ、極寒の地にね、南極に旅しに行くんだよ、南極に北極だ。そう、ペンギンと戦おうと思って。そうだよ。ペンギン強い。このタイミングのいいともは来週の木曜日から営業でいいともっていうこと。そう。いや、ちなみに、いや、違うよ、月火水は休みだよ。まだ営業があるからね、明日。はい、その休み前にマックスボディだな、カビーも、カビーも、マジでマックスボディだな。でね、メガネ返して。おい、何のメガネなんだ、これは一体。来週カズさん、待って、あ、明日は終年、来週はカズさん、キョウさん、ミオさんのバースデー、全部来てね。誕生日な、よろしく。そう、お前締めようとしてんだろ。そんな感じでまだあるけどね。そうだよ、カズ減ってないって、あれでしょ、酒の話でしょ。これ辛いんだよ、意外と。カズ、お前自分で買ってきといて、お前。ゲロ、ゲロ、あ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 、ゲロ。いっちゃい。炭酸抜こうよ。抜きましょう。これ炭酸意外と多い。なんかファンタグレープ、いや、リアルファンタグレープにしか見えないからね、これ。あと言うて、あの、いつだ、これ、あの、結構ワイングラス。はい、明日僕います。気づいたよ。激しくすると。毎日います。けー。毎日いるよ。なんか中止ないの。いや、あの、ほんとね、みんなね、これ結構辛いよ。ダメダメダメ。はい、いや、本当に俺にしてくるからやだ。いや、ほんとね、マー君中止ない。いや、言うてみんな飲んできてるからね。どうだい、今日終年だからね、言うて。ありまと、何本シャンパン飲んだと思ってんだ。高い高い。これなんて言ってるでしょう。あ、分かった。あ、分かった分かった分かった。マックスボディ。チンチン。イエーイ。イエーイ。マックスボディ。ごめんごめんごめん、ごめん、下ネタに走りました、すいませんでした。はい。いやー、なんかライン来た、ライン。マジマックスボディ。ライン来たよ、ラインが。はい。何来た？ライン何来た？ライン、ライン、おっぱいが大きいですって。おいしい。何の話？おい、何の話？はい、ここまで持ってこい。何の話？え？どういうこと？これ終わるまで開くのか。開かないっす。ダメダメじゃん。一口でも開かないっす、言うて、多い。でけえな、これ。あ、炭酸抜いてないっすよ。え、そんな、照れちゃうな、みんな宇宙から通ってるとか、そんな、なんで知ってるんですか。やべ、吐きそう。あれ、また今度部長が電話来た。あら、もしもし。はい。はい、思いっきりの生電話のお時間でーす。え、もしもし。思いっきり生電話してきましたよ、部長が。そうだよ、こうやってみんな生派なんだから。てか言っていい、この時間に電話来るやつって部長以外誰もいないから。実際うわ、違う、いいわ、ないないない。もう CM してもうあと何分ですか。あと3分56秒ですね。3分56秒しかないですよ。え、嘘、そんな。だから留守番電話めっちゃ来てんだけど、これ部長でしょ絶対。 CM ぶっ込みましたよ。俺電源切ってる。なんか部長なんか声おかしくなってて、なんかあれだね、なんかめっちゃね。そうそう、すいません。明日は何の日？明日何の日？あ、三連休前日。明日三連休前日って言ったの。うん。ちょっとスピーカーにしよう。はい、部長。はい。なんか声変。声が変。何？ほら、なんか声が。なんか部長の声がおかしいぞ。多分部長じゃない気がする、これ。しかも今の何の言い方が、完全、いっくんが俺の休みの日に何電話してきた時の声だよ、これ。え、本当に、本当に部長ですか。何、お部長なのか。なんだよ。 あ、部長だ。待って、ちょっと前、きょうちゃんだったの、絶対。え、なんで部長、なんか声おかしいんですか。カズくん、チューしよう。え、変的か、おい。声変わりか、変的か。チンコだって、俺とチューしよう。なんかね、おち、え、お前、俺さ、なしさ動かすのが遅いらしい。どういうこと。部長、来てくださいよ。来てください。3分しかねえか、無理だ。急いで来た。そう、3分、ウルトラマンなんだから言えねえよ。え、でも部長、ちなみにジャングルに旅出たんじゃないですかっていう疑問が生まれてますけど、大丈夫ですか、そこに関しては。何、ジャングルに旅出たらしいっすよ、部長は。え、部長はジャングルに旅出たんじゃないのって質問が来てるんですけど。まだ行ってません。まだ行ってない。まだ行ってない。まだ行ってない。来週からだね、確か。うん、まだ行ってない。そうだね。来週の火曜日に。あ、なるほど。来週の火曜日。来週の火曜日に。来週の火曜から、ね。ジャングルに。いやー。明日何の日？明日何の日だ？じゃあ結論言っていい？はい。結論言うよ。はい。明日は父の日じゃん。
はい、で部長はゼックスのパパじゃん。パパじゃん。ってことは明日みんな来るってことじゃん。じゃあでもゼックスの海を本当のパパは社長。パパは社長じゃん。社長からの。社長が作ったところはどこやねん。ゼックスじゃん。が生まれた日はいつやねん。あ明日。今日と明日じゃん。おいおいすごくね。まあね。なんも俺も。ね、まあそういうことで本当に、はい、みんな明日来ちゃう。いやなんか、はいはい、なんか明日来てくれるかな。明日来てくれるかな。明日来てくれるかな。いいと思う。明日来てくれるかな。うん、はい、誰もいいと思ってくる。おい誰も。はいはい、おい明日俺いいと思う。おお芋誰や。芋誰や。おいおい芋誰や。もうちょい来い。いや部長 OK です。バイバイ。あ、ザース部長そっけねえなー。やべえ、この後俺サッカー見ないとどこで見よう。そうだよ、ブラジル。なんでサッカーキングだかんね。サッカー、そう、サッカーで後で見ようと思って。誰と見よう迷ってんだよ。暇だからこの後、よろしく。バイバイ。だからカズこれ見てたんだ。それはダメ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 。それはやばい。それはやばい。それこそここにモザイクかけなきゃ。サッカー見よう。どこで見よう。あ、ダメダメだよ。まあ確かにこれ表紙の子出したらあのこの子にクレーム来る。この子からクレーム来るからね。みんな寄っちゃおうぜ。はい、え、何もう終わり。30秒前。え、30秒前なの。30秒前。そうはそうそんな感じでね。そんな感じで、まあ明日みんな来るんだよ。うん、分かったかな。うん、うん、みんなね。そうだね。待ってるよ。パンチ。うん、パンチ。パンチってパンティーのこと。明日も来てくれるかな。俺パンティーよりラックスボディー。あー違うか。そう、はい、ってことですね。明日、はい、周年2日目、2日目、はい、からの来週、はい、おそらくみんな見たことない人出るんで見てください。モノクロバーチェーン。僕がいる感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにしたい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。せーの、ゼックスレディオ。どうも、長尾シレンです。はい、どうも、カズです。イキソです。イエイ。今日ですね、あの、はい、友人の方なんですけども、あのただいま、今年から、はい、店舗拡大のため、はい、まあ、ゼックスがね、グループ展開していくんでね、はい、あの、恐れのオープニングスタッフ、はい、とあと、今のゼックスのスタッフ、はい、どっちも応募してるんで、未経験者、経験者、移籍の方、はい、もうどしどし大歓迎なんで、はい、そうですね。それで僕未経験者なんですけど、はい、未経験者で入ってもこうみんな仲良くしてくれて、もうボウリング行ったり焼肉行ったりこう飲み会したりなんか山登ったりみんなしてるんでね。そうですね、まあ、今回こう見てくれた方にはこうみんなで焼肉行こうみたいになってるんで、次行きましょう。イエーイ。おいしょ。はい、で僕もあの、まあ、遺跡なんですけど、あの給料面が良かったりとか、あの高級スーツね、ガサガサだったりとか、あの寮の方はね、1ヶ月無料で、住めるとか、あの、本当にいろいろ好条件が揃ってて、あの、本当にいいお店だと思うんで、ゼックス、最高のお店です。はい。そうですね。うん。多分、俺の中ではこんな素晴らしいお店ないと思うんで、はい。これを見てくれた方、もうどしどし応募、お待ちしておりますので。はい、